皆さんこんにちは。今日はプロポにオリジナリティを持たせようというお話です。では私のプロポを持ってきます。よいしょ。7PX 双葉、こちらですね。それではね、私の 7PX の、オリジナリティなポイントを話してみたいと思います。まずはこっちのこっち側ですね。まずネジをね、青く変えてあります。わかるかな。これね、チャンプスタジアムでね、ネジが売ってたので、チャンプスタジアムの青いネジにね、交換してあります。そしてここに自分の名前をですね、シールで作って入れてあります。そしてここにはね、日産パルソニックですね。あとこれね、ハンドストラップ、楽天市場とかで探してね、買いました。これね、万が一でもプロポが落ちない安全です。さあ、そしてね、今度こっち側ね、こっち側もね、変えられそうなところのネジはね、青く変えてあります。そしてカーボンのハンドルをつけてあります、ね、でそこにね、ニスモっていうシールを貼って、すごいレーシーな感じにね、してあります。反対側にもニスモのね、シールを貼ってレーシーな感じにね、してあります。そしてここにね、カルソニックで、ここにカルソニックのね、12番日産とね、カルソニック仕様にね、してあります。こっち側もね、日産。そんな感じでね、オリジナリティを持たしています。おっと、忘れてはいけない、ちょろちょろと動いてるね、こちらね、何ですかね、これはね、ファイナルファンタジーのモーグリです。これもね、ストラップとかでね、ビヨーンって長かったんですけれどもね、ここのね、カーボンハンドルの穴のところにね、もう輪っかでね、直接つないでね、鬱陶しくないようにくっつけてあります。でこれだけオリジナリティがあればね、人のプロポと間違えられることがないですからね。あれは自分のプロポじゃないって、これを見たらね、他の人は思いますからね。全くね、同じプロポでね、買ったままのプロポでね、レースとかね、ごちゃごちゃしてる時にね、こうプロポがまさかのね、他の人のプロポと入れ替わってるなんてあったら最悪ですからね。で家に帰ってきてスイッチ入れてみてね、モデルセレクト見てみたらね、自分の持ってないラジコンのネームが入ってたなんて言ったらね、それはもう大変なことになってしまいますからね。オリジナリティをプロポに持たせましょう。愛着も湧きます。さあ今日はね、短めです。こんな感じでね、プロポオリジナリティを持たせようという、そういったお話でした。ちなみにね、自分はここにね、青いスポンジを入れてね、これミニ四駆のスポンジなんですけれどもね、ここのね、遊びをなくしてバック側のレスポンスを、指レスポンスを良くしてあります。さあそういった感じで、双葉 7PX カルソニック仕様です。プロポにオリジナリティを持たせようというお話でした。それでは皆さん、さようなら、バイバイ。